1、2、3、メル TV ゆかです。ゆかです。さくらです。よろしくお願いします。本日はギターヘアアレンジ。お前やったよね。うん、やったよね。やったね。みんなくやってるイメージ。みんななんかさ、髪のさ、短さ違うからさ、いいよね。うちも気になるもん、みんなの。絶妙に違うね。絶妙に違うんですよ。リラはでも肩ぐらい。肩ぐらいか。イコールスミスか。そんなギチギチにやったの？あ、ねえ、ちょっと待って、やばいって後ろ姿やばいよ。終わったよみたいになってる。今日のさ、朝の時にさ、みんなヘアセットしやすいようにみんなストレートにしたのにさ、それだけ寝起きになった。一番最初の。まあ一人ずつちょっと紹介していきましょうか。はい。せーの、レッツゴー。はい、ということでまずは私、ボブからやっていきたいと思います。私が今回紹介するのはよくやっているウェーブ巻きを紹介していきたいと思います。はい、お願いします。さくらってウェーブ巻きのイメージあるよね。そう、ウェーブとハーフツインのイメージ。まずですね、こちらブロッキングをやっていくんですけど、軽くゴムとか。ね、やるね。ちゃんとやるんだね。やるブロッキング。やらんそうなのに。確かに。はい、こんな感じで適当に、はい、適当に結びましたら、こちら私が使ってるアイロンはこの ADST ってやつのプレミアムってやつを使ってるんですけど、これマジで頭の超早いし、髪がなんかサラサラになるの。そう、メイクさんとかも使ってない？使ってる。美容師さんとか。このブロッキングの中の髪までこうウェーブ巻きにしちゃうと全体がウェーブ、もうなんかボーンみたいな。ボリュームついちゃってマジで頭めっちゃでかく見えるから、このブロッキングの下の部分は1カールだけつけるだけにしてます。今回は内巻きウェーブにするので、下の髪をこう内巻きにしていきます。ちなみに温度は160度にしてます。そうしましたら上の髪をこう3回折り曲げたいと思います。で最終的に内巻きになるようにやっていきます。だから内外内でやっていきます。はい。内外内。はいはいはい、ありがとうございます。で上の髪だけをするように心がけたいと思います。でもさ、ボブってマジでね、髪のバリエがねマジ少ないのよ。少ないな。そうだよね。そうだからマジで困る。後ろやるのめっちゃ大変じゃん。そう、後ろやるのマジで感覚つかむの超むずいから、たまに失敗して後ろだけなんかやり直しみたいなことめっちゃ多いよ。で前髪は基本はワンカールだけで、なんかあんま変に巻かない、横に流したりもしないかも。うん、結構そういう人多いよね。うんね、可愛いそれ。上手。時短時短。めっちゃ時短でしょ。だから表面だけしか巻いてないからめっちゃ時短なの。オイルはこちらですね。ダイアンのビートゥールビーガンヘアオイル、グリーンリラックスの香りってやつ。こちらをマジでちょっとだけ垂らして、毛先と余ったオイルを前髪につけるという感じです。今ちょっと撮影終わりでちょっとだけついてるので。ツヤ感出るの？濡れ感とか？ツヤ感かな、ツヤ感が出るかなと思います。はい。で最後にこのダイアンのポイントリペアみたいな前髪スティックみたいなやつで、マジアホ毛がすごいの。結構さ、それ女子の必需品って感じじゃない？わかる。これマジ人気出てるよね、やっぱ。アホ毛と前髪整えます。最後にこのオーシャンのヘアスタイリング。まあ、ケープみたいな感じなんですけど、固めるのでさ白くなっちゃったりするじゃん、けどこれ白くならないからおすすめです。それで前髪の根元にいい匂いするの？嘘、マジじゃない？ちょっといい匂いする。みかんの匂いする。めっちゃいい匂いした。イエーイ。かわいい。こんな感じで終わりです。かわいい。こんな感じで、まあ、ガーリーっぽいけど、まあ、ストリートっぽくもなるこの巻き方なので、皆さんぜひやってみてください。はいですね。はい、すぐ終わりましたね。私はですね、お団子にしたいと思います。お、いけるんですか？お団子なのに。そう、今の長さがミディアムぐらい。そう、ミディアムぐらい。割と長い。そう、なんかこのぐらいの子って結構多いと思うんだよ。だからこのぐらいの髪の長さでもお団子できるよっていうのをみんなに教えたくて、お団子にします。はい。じゃあまずめちゃくちゃ上に持っていきます。豪快に豪快に豪快これ結構大変なのよね。確かに持ち上げるの大変よね、短いと。服から引っかいてますから彼女。このぐらいの高さね。はい、なるほど。ゴムで一つのゴムでここでこれあるじゃん。これをこうやって巻いて上から重ね。ああ、やる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 。やばい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 。もうマジ映画 A 型めっちゃ気になるよ、こういうの。A 型いないの？え、可愛くない？まあでも全然可愛い可愛い。これが気になるね。そっち？全部気になるけど。あー！綺麗！綺麗！後ろがこうなるわけじゃん。そうだね。後ろをこうやってくるくるってして。あ、ちょっとねじるんだ。そう、ねじって。確かにその方が止めやすそう。やる。刺す。で、ほら、いけてるっしょ。オッケーオッケーオッケー。上手。めっちゃ上手。で、さくらのアイロン借ります。借りていい？いいよ。いいよ、立ち口。で、こっちは内巻き。めちゃくちゃじゃん。いいよ。内巻きですか？内巻きです。で、前髪はストレートパッツンです。見たらわかります。え、ストレートにすんの？ちょっと巻く？うん、巻かない。巻かないんだ。うん。リファロックオイルヘアスタイリングオイルです。これめっちゃいいよね。私も使ってる。適量 2,3 プッシュ手のひらに取って伸ばしてスタイリングしてくださいって書いてます。これ普通になんか股間とかにつけるのもいいし、髪巻く前につけてもなんか痛みを抑えてくれるみたいな。そうね、これなんか人気すぎて1人1本しかダメって書いてあった。で、私もアハゲ止め使ってるんですけどライアンパーフェクトビューティーヘアスティックのハードです。はい、なるほどね。かわいい。 OK、 お団子できました。はい、めっちゃかわいい。素晴らしい。はい、私は巻き髪をやっていきたいと思います。でももう簡単にできるゆるいアレンジみたいな感じのをやっていきます、じゃあまずブロッキングします。おお、それは大事だね。え、もう適当全体的に内巻きに巻いて、顔周りをなんかちょっといい感じに外巻きとかにする巻き髪ですね。前髪はちょっとシースルーっぽい感じにしようかなって思います。はい、いいですね。ブロッキングして適当に内巻きしていきます。この内巻きもあんま巻きすぎないくらい、ほんと毛先だけちょっと変わる。ほんとちょっとよね。もうちょっと、なんかあんまり巻きすぎるの好きじゃないんだよね。あ、ブロッキング3段階3段階か4段階ぐらいかな。なんかその方がめっちゃ仕上がりが綺麗。あ、そうだよね。そう、癖がつきにくい人は巻いた後にこうやって形整えたら結構いい感じになるよ。で、全体をまとめてこういう感じで一旦内巻き終わりました。はい、ストレートアイロン温めといていい？はい。どっちも使うんですか？そう、前髪用と変わる用。そう、いつもどっちも温めてる。で、この顔周りのこういう毛がある人はここを外巻きに、このパカパカを上にしてこうひねります。韓国巻きみたいな。あ、そんな感じかも。可愛い。に外巻き。ここからこの耳の上のこの短い毛、奥れ毛あるじゃん。ここの毛を内巻きにします。内巻きなんだ。そう、内巻き。え、可愛い。ここの毛がこうなってるだけで、あんま見えないんだけど、なんか可愛いんだよね。わかる？うんうんうん。ちょっと可愛い。可愛いなんか結んだ時とかも。本当だ本当だ。あ、いいねいいね。可愛い。ヘアアイもできる。なります。確かにその場でね。そうそう。出先でできるね。さっと。で、あと前髪。前髪長めやね、ちょっと。前髪また伸びた。確かに。前髪は一回巻いて、でシースルーにしたい人はここの根元の三角のところを外側に持ってく。私の手。床の時だけ。未来の時口うるさかったのに。未来は心配になっちゃうからね。なんかバームはオーバームっていうのを使っていきます。これはリップとかハンドクリームにも使えるやつなんですけれども、いいですね、これをほんのちょっと、こんなちょっとでいいんだ。ほんのちょっと指に取ってバーム派なんだね。なんかバームの方が崩れない気がしてバーム使ってる。はい、こういう感じでシースルーにしました。かわいい、大人っぽいね。大人っぽくなった。完成。はい、ということで私はポニーテールをやっていきたいと思います。なんかポニーテールのイメージわかるわかる、ある、めっちゃ似合う。青春のモカって感じ。青春のモカ。ちょっと今日来る時にここ巻いちゃったんですけど、後でもう一回巻き直すんですけど、こう触覚みたいな感じでちょっと長めに作ってて、Nドットさんのポリッシュオイル、これを私はちょっと最初にほんと1プッシュいくかなくらいを手全体になじませて、おおかっこいい、かっこいい、かっこいい、塗り方がつけます。これの方が上がりやすい。ああね、ポニテの時はそうそうそう、ほらまだわからん。それこのままやるとここら辺がねまとまりやすく、ある程度手ぐしで上げて、まあ、あとは櫛で綺麗、納得がいくまで。ほら全然未来の時と音違う。でも私はもしこの辺がガチ納得いかなかったら、これ10分ぐらいずっとこうやってやってる、この工程だから。マジで途中腕疲れてこうやってね交互に休憩することとかずっとやるのやってた。早っもうできてる。そう、できました。チンスやってる間になんか私はそんなにボブじゃないから、ここが結構上に上がりやすいから、うん、どうしても上がんなかったらこういうスプレーとか後ろに振ってピシッてやる。ああね。じゃあ前髪やりましょう。前髪はここをちょっと端っこだけ残してセンター取って。でも私もみんなとあんま変わんないかも。なんかある？うん、前髪はね、わかる、みんなあんまね。ちょっとでも私煙出てるよね。聞いてほしい。さ、朝さ強めのスプレーやってきちゃったからさ、スプレーやった後に巻いたらこうなるでしょみんな。でなるけど、これで、あでもこうするといい感じ。危ない危ない。それなるかと思った。まあちょっとこの毛先が微妙な感じだったら、ストレートの時はだいたいこう持って。まとめてやっちゃう。バンカール。ああ、なるほど。このぐらい。ここは内巻き。結構上の方で一回巻いて、そのままバタ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 ってやりながら下ろしてる。こんな感じ。うまい。モカっぽい。ぽいわ。モカやわ。本当。あとなんか今日は持ってないんですけど、なんか暗めなシャドウとか持ってたら、こうポニテした時のここ、あー薄くなっちゃう。そうここに暗めのシャドウを塗るの。そしたら遠目から見たらハゲて見えないから、ここね。どこに塗ってんの？どこに塗ってんの？今ここ。ちょっとこれがちっちゃいからさ、ちょっと分かりにくいんだけどさ、ほらちょっとさっきよりハゲてなくない？あーほんと気持ちの問題ね。気持ち問題。ミニーレスプリールスタイリングスプレーメガフィックスってやつで、これイケツバに教えてもらったんだけど、めっちゃ固まるのね。で私は矯正かけてるせいがあって、巻いたりするのが結構取れやすいのすぐに、だからこれメンズものだから結構ハードなんですけど、これを使ってます。私もさくらと一緒で、ちょっとちぎりながら根元に、ちょっとちぎりながらじゃないと、私は前髪がちょっと薄いから、スプレーの圧でこんな綺麗にやったのにパサってなることがたまにある。あーね、わかるね、マジでわかる。ちぎりながらこうやってちょっとずつね。そう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 。スプレー根元にかけすぎたらめっちゃ束になるくない？うん。でも戻しようがなくなることある。ここをちょっと引き出して、オイルとか私はあんま巻かないんですけど、オイルとかをちょっとつけて、なんか束感かわいいみたいなかわいい感じで完成でーす。早い。早い。いたけど、やっぱりみんな髪の毛の長さが違うだけあって個性が出ましたね。出ましたね。てか簡単、みんなのめっちゃ。わかる。なんか時間ない時とかでもね、パパってできるようなものだからみんな真似してほしいです。ぜひ真似してみてください。今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。やってみたら僕似合いそうじゃない？結局何でも似合うよ。ちょっと待って、なんかさ、それさ聖徳太子みたいにならん？絶対違うやり方。